オルマ匠君立憲,国立憲民主、社民の小沼拓美でございます、大変冒頭失礼しました。時間も限られておりますので、前回の原発理事特措法、まずは成立、おめでとうございました。それを踏まえて、一つ疑義が残ったことはございますので、この点から本日のところ、主党として政府参考人にお伺いしてまいりたいと思っております。 えっと理事会協議とさせていただいた案件がございました、要すれば、条文の中にある単語の使い方、作成というもので本当によいのかということの疑義があるということを申し上げ、理事会協議とさせていただいたところでございます。その理事会協議において、政府から何かしら説明があったのではないかと推察するところでございますが、この委員会の場におきましても、改めてそのご説明をご披露いただければと思います。 内閣府政策統括官柳君、柳君お答え申し上げます。3月26日の参議院内閣委員会理事会におきまして、えー、内閣府の所掌事務につきまして、私の方から主に2点ご説明を申し上げました。ままず1点目でございます、えー 原子力立地地域特措法の制定当時から、あ 当該規定により事務を行ってきたところであり、今般の改正により求められる事務に変更がなく、これまで特段の主張がない中で、今般改正すべき特段の理由がないと考えていること、2点目、同様のスキームの他の法律に要礼があり、他方との並び上も問題ないと考えていること、そして具体的な例として、中流軍等の再編の円滑な実施に関する特別 措置法のスキームについて説明させていただいたところでございますこのような2点をご説明した上で問題ないと考えている旨ご説明をさせていただいたところでございます小沼拓実君はい、えー、そのご説明の上で今屈しくも挙げられた要例の話中流軍の再編の話がございますね要例として実績何件あるかご存知ですか 柳統括官。お答え申し上げます。中流軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法で求められております計画につきましては、現時点においては作成されていないと理解しております。 オルマタク君、はい、そのとおりです、要例で参考したものがあるということでありますが、実績はないのであります、本当にこれでよいのかということは疑問なのでありまして、この点についてはまた引き続き議論残っておりますが、もう一つ議論の中で、このような答弁がありました。 えと例えば、その作成という要領でいいのかということの中において,ましては、これら一連のプロセス全体を総称するものとしてということであったり、あるいは内閣法制局の審査を受ける中でも、このような、このように表現していることについて、ご了解いただいたということでありました、えー、と前段についてはそうなのかもしれませんが、後段の内閣法制局において了解いただいたというのは、ロジックが不明であります。 偉い人、権力があるものが良いと言ったのであれば、良いとするというのは、なんら論理的ではないのでありまして、今回、法制局からも、なぜにこの単語の使い方で本当に良いのかについてご説明をお伺いいたします内閣法制局第2部長、平川薫君お答えいたします。 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法は、議員立法として提案され、成立し、改正が行われた法律でありますので、今回の内閣,法制内閣提出法案に法律案による改正も、その経緯を踏まえ、従来の規定ぶりを踏襲することとしております。そののの上で内閣設置法不足第2条第条項の表の 原子力発電施設等立地地域の振興に関する計画の作成に関することという規定は、えー、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第6条において、えー、振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律の規定に従い、国、地方公共団体、その他のものが実施するものとすると規定されていることから、 内閣府が振興計画に関して所掌する事務を、タフ省、地方公共団体等との関係において、限定する必要があったために、作成に関することという表現が用いられたものと考えておりまオルマータクミ君。今のご答弁でありましたが、法制局の審査資料、私も頂戴しまして見ておるんですが、その作成について、明示的に議論した検討がないのであります。 まあ、そのことについて、地方公共団体の話についてということも出ましたので、一つそれに関連して、もう一つお伺いしてまいりたいと思います。前回の質疑で私、ご提言申し上げたものは、現行の電発立地特措法に基づく規定では、この法律に基づいて、国が地方公共団体に、例えば情報提供とか、例えばベースプラの共有とか、助言とかっていうことはできないということでございました。その中で、井上大臣からも当時は、法律に基づかない形でうんぬんというような、 実はこの法制的なロジックの面ではよくわからない答弁もあったところであります。今度は、このやっぱり原発立地推進地域、つまり立地地域の推進ということに関しまして、国が何らかの最新知見のアドバイスをすることは重要なんではないだろうか。 10年、20年計画は全く見直されていないのだからということを踏まえて、そういう問題意識でもろもろ聞いてみたいと思うのですが、さまざまな法律、あのー、この振興地、振興計に関するさまざまな法律ございますが、この原発立地地域に関する法律に関しては、国の先ほど申し上げたような助言とかというものは規定がされておりません。 他方で他の法令、内閣府所管の法令なんかもずっと見てみますと、例えば助言とか、例えば指導とか、例えば情報提供とかっていうのを、なぜか明記してるのであります。一方の法律では、そのような支援や援助、明記しておるにもかかわらず、今回議論された法律においては期限、議論、あの規定がされていない、このちぐはぐ、差異、何の意味があるのか、分かりませんので、えー、ご解説をお願いできればと思います。 柳統括官お答え申し上げます原子力立地地域特措法における振興計画は、その決定以来、期間を経ているところではありますが、 同法に基づく支援につきましては同法の規定及び振興計画に基づき立地地域の必要性を踏まえた防災安全確保のためのインフラを対象にして適時適切に支援を行ってきておりこれまで特段の支障は生じていないところでございますまた振興計画の変更につきましては知事からの変更の案の提出を受けた上で原子力立地会議の審議を経て決定するとのスキームとなっているところで ございます当初、振興計画が決定されて以降、道府県知事からの変更の案の提出はないため、これまで振興計画の変更は行われていないところでございますが、この変更の手続きにつきましては、立地地域の実情をよく把握している自治体の意向を尊重するスキームであると考えてございます。 内閣府といたしましては、道府県知事からの振興計画の変更の案の提出があれば、特措法の規定に基づき対応していく考えであり、また案の提出がない段階におきましても、振興計画に関する道府県からの相談があれば、適切に対応していくこととしております。 た、はいえっと、多ん違う答弁書を読み上げてらっしゃると思うんですよ、あの計画の変更、云々かんぬんのところではなしに、なぜ一方の法律においては助言とか技術的資料とか情報提供とかが規定されておるにもかかわらず、こっちの法律には規定されていないのか、片っぽには書いてあって、片っぽには書いてない。 議員立法だったらまだ忍べしといえども、閣法においてはこの表則において問題になる、それを審査するのが法制局であり、内閣府であり、法案担当部局の責務であり、だから官僚が忙しいんだと私は思っております。その違いは何なのかということを問うているのであって、そこについてお答えをなさっていないのであります。もう一度お答弁をお願いします柳統括官 お答え申し上げます。それぞれの法制については、それぞれの法律の趣旨に鑑みながら、そのスキームが構築されていると理解してございます。先ほど申し上げたように、この原子力立地地域特措法におきましては、立地地域の意向を尊重するスキームということを基本としております。このような特措法の規定につきましては、 国からの助言の規定を行うことを含めて、2000年の同法の制定時、そして2010年の延長時の2回にわたって、立法府の意思として現在と同じ内容とされてきたものと理解しております。この規定につきましては、これまで特段の支障がなく、また令和3年3月末までとしていた期限を延長することを最優先するとの観点から、これまでの措置を維持すべく、特措法の延長が行われたものでございます。 また、国と自治体が連携、協力すること、これは重要と考えてございます。このため、先ほども答弁したように、特措法におきまして、国からの助言の規定はなくとも、必要に応じ、国と自治体の間において、コミュニケーションを適切に取っていくということを考えてございます。 講談のところでようやく答弁があったんですが、あのー、コミュニケーション大臣、それは私も同意であります、じゃあ、例えば例を挙げてみましょう、内閣府所管の中心市街地活性化っていう法律がありますね、これについては、明示的に助言とか書いてあるんであります。地方自治体が計画作ってっていうものでありますから、地方自治体の意向を尊重して、当然ですよね、同じじゃないですか。 同じ趣旨なのに、一方では書いてあって、こっちには書いてない、この違いが何なのかということは分からない、何かしら、異があるんだと思うんですね、その差異はどのように理解すればいいのでしょうか統括官お答え申し上げます。 えー、具体的な際としては、まあ、スキームが必ずしも同じではないということを考えてございます。具体的に申し上げれば、原子力立地地域特措法におきましては、関係都道府県の知事が振興計画の案を作成し、内閣総理大臣が決定するのに対し、中心市街地の活性化に関する法律におきましては、市町村が案ではなく、基本計画自体を作成し、内閣総理大臣が認定することとなっているなど、スキームが異なっているものと考え でございます以上でござざいいますますす以上君今の案なのか、計画自体が違うから、助言の規定がありやなしやということの違いがよく分かりません、それに加えて、私自身の仮説でありますが、なんで原発立地法には書いてないのか。 で他の法律とかにはすべからくざっと見ましたけれども、多少庁の横並びでもすべからく書いてあります、内閣府から提出した資料要求として提出してもらった本件、全部の類似のスキームとして17あるんだけれどもという中で、議員立法がその中とかものいてみて、ちゃんと確保に追いついて見てみたら、すべからく書いてあるんですよ、国なりに指導なり助言なり、情報提供なりをするということ。 なぜこういう違いがこれだけ起こっているかと、私の自身の仮説を述べると、権能なり権限としては、なんだかんだできるんだよ、なんだけど、政策判断なり意思として、別に助言とか情報提供はしなくてもいいんだよ、という解釈があるからこそ、このような書き分けになっているのではないかと仮説を持っております。この点について、いいのか悪いのか、それともまた別の解釈が正しいのか、今の政府見解をお伺いいたします。 柳統括官お答え申し上げます、えー 確かに委員ご指摘のように、各種法律においては、それぞれのスキームに合った形で、いろいろな関与の規定ある、あろうかと思ってございます。その上で、原子力立地特措法の規定につきましては、悪意の助言の規定を行い,行いことを含め、2000年の同法の制定時、そして2010年の延長時の2回にわたって、立法府の意思として現在の、現在と同じ内容とされてきたものと。 考えておりますでこれらの規定につきましては、これまで我々この法を執行するにあたりまして、特段の主張がなく、また令和3年3月末までとしていた期限を延長することを最優先するとの観点から、これまでの措置を維持すべく特措法の延長が行われたものと考えております。 どうもかみ合いませんね、な、え、ん、ー、でかっていうと、しょうがなくっていうのは、それはそうじゃないですか、前回も申し上げたとおり、だって国はフォローアップしたり、状況どうなってるんだっていうことを申し伝える、調査する権限がこの法律においてはないんだから、他の法律においてはありますよ。 例えば内閣官房、内閣府所管の法令で17本出て、治療要求です、出しをいただきましたけれども、まあ、これ、あれです、地方自治体が計画の作成なんかを行って、計画が国が決定して、財政措置を行うということになっているスキームのうちで、国が地方自治体に対して情報提供、指導、助言も含む援助を行っているものがあるかというのが8本ですね、で残りの9本ということの中で、議員立法が6本であります。 議員立法であったら資本べしということは申し上げておりますけれども、かつてのところ、確保について3つありますが、これ、のそのような国の地方自治体に対する援助を規定する旨を規定していないという回答をいただきましたけれども、虚偽に近い、今の回答は思います。例えば総合特法、これは国から地方自治体に対して情報提供を助言その他の援助というのは18条及び41条にあります。 えと地域における大学の進行及び若者雇用機会の創出に関する、若者の就学及び就労の合格に関する法律、めちゃくちゃ長い法律なんですが、これ、国から地方自治体に対して、報告徴収、措置要求、勧告命令というものは7条、8条、14条にあります。 国家戦略特別区域法、これ、国と地方公共団体が事業実施に対して助言とかその他の援助ということが36条2にあるんですけれども、確かに国から地方自治体ということはないが、そもそもの区域会議の構成員に大臣と地方公共団体の長が入っておるのでありまして、構造的に不要であるということが、7条1項、2号に規定されているということなのであります。 そういうことから鑑みると、やはりこの法律だけ、確保としてやっておる以上ですよ、この法律だけ異常なんじゃないんだろうか、表則をとろえる必要があったと思うんでありますが、見解についていかがなのでありましょうか、い内閣府大臣政務官、吉川赳君。 先ほどから議員に他の内閣府の法律との,その違いということでご指摘をいただいておるわけであります。まず、今回のこの確保による単純延長でございますが、私もこれまでの議論をよく記憶をしております。まあ、その中で、これはもともとが技法であるから、技法であるべきというような議論もありましたが、これは時間の問題で確保として単純延長をさせていただきました。まあ、その際、御党におきましてもです、ね、まあ、例えば技法で対案を出していただく等のです、ねえー、機会はあったと私は思います。 ぜひまたそういう機会があればです、ね、先生が今おっしゃっているような部分を十分に踏まえて、御党の案として提出をいただきたく、そのようにも思うわけでございますし、また同時、これ、先生が法律に書いてないことによるさまざまな弊害等を現在、ご指摘いただいているところでございますが、実際にはこれは都道府県のさまざまな事柄に関して、相談、助言、アドバイス等を国の方で行っているということになっております。 以上でございますおるま君、はい、ありがとうございますまさに単純延長がすることが最優先だということが過ぎましたので、それはやっていきましょう、対案の修正案の提出の州の方で出されたようでありますが、残念ながら否決されたということがありましたので、じゃあ、その次元の延長ということはやられたので、やっていきましょうということであると思いますが、問うた内容でありますところの、票則揃える必要があるのではないのかということについてのお答えがなかったように思えるんですが、その点についてはいかがでしょうか。 吉川大臣政務官それに関しては、先ほどから答弁がございますが、すべてにおいてそれを揃えなければならない、まあ、こういった規定も特にございませんと、そういうふうに承知をしております。 やらなくていいということでありました、じゃあなんでこれだけなのかなということについては、引き続き疑義がありますので、この点についてはもう時間ももうあれですね、もう一個問わなきゃいけないので、引き続き、県についてはご議論させていただければと思います。うん、で早速、吉川政務官にも来ていただいておりますけれども、今日一般質疑の中でお伺いしていきたかったものは、中心市街地の活性化なのであります。先ほどど法律においてももう研究しましまたけれども 私自身も経産省で働いておりましたときに、この法律改正案をやった、まさに当事者でありますから、仮にうまくいってないのであれば、私にもその責任の一端があるであろうということを観点から踏まえて、改善余地について正々堂々とここでも議論したいなと思いまして、呼び火した次第でありました。 時間も限られておりますので、2つまとめでお伺いします。中心市街地活性化の現状はどうなっておるのか、そしてそれをどう評価しているのかということ、そしておそらく活性化のプログラムを策定したということをおっしゃると思うんですけれども、それを策定されたのは令和2年の3月23日であります。コロナの感染症がここまで深刻な事態になるとは想定していなかった時代のアウトプットであると思いますし、実際、コロナでコントロール F で検索しても出てこないのであります。 見直す必要があるんじゃないだろうかと思いますが、ご見解を伺います。吉川大臣政務官 まず1問目の状況の分析でございますが、まあ、確かにこれ、あの次の問いにも関係してきますが、まあ、先生のご指摘のとおり、現在、新型コロナウイルス感染症の拡大ということでございまして、まあ、数字といえばその点では厳しいものと認識をしております、まあ、さらには人口減少、電子処理取引の市場規模拡大、こういったことも厳しいということの要因になりますが、ただこの後半の2点に関しては、まあ、これらを聴喝していくことが、この終陳近い地活性化法案の重要な観点だと思っております。町の川 となる中心地外地の活性化、引き続き、まあ、この地方創生を推進する上えで重要な課題であると、そのような認識を持っております。そしてまあこれらの取り組みによって、まあ、これ、各ですね、実施している自治体からフォローアップをいただいているわけでございますが、まあ、その中、確かにこれ、目標、指標の多くがです、ね、達成には至らない部分もありますが、まあ、改善するなどが見られているわけであります。まあ、例えば先生のご地元の茨城県の水戸市でございますが、まあここ ここに関しましては、市バスの利用者、これ、公共交通機関の利便性の向上というものを、計画の中に含んでいただいておりまして、2014年が2万9000人だったのに対し、2018年、これ、大幅に伸びて3万4000人、これ、つまり就寝市街地へのです、ね、水戸市の公共交通機関の利便性の向上ということを、これ、市の取り組みの努力の結果、また、さらにはこの制度に携わった先生、水戸市に関してご助言等があったと配達しますが、これ、目標としては3万2800人を挙げていて、現在、 た0 0れ人2018年の時れで3万4 0 0は、まあ、これは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 、はるかに向上をしている、まあ、先生のご地元でございますが、こういった事例もあるわけでございます。まあ、そして、さらには、この新型コロナウイルスの影響を踏まえて、えー、ということでございますが、確かに、これ、プログラムの中には盛り込まれていませんが、まずは一つとして、やはりこの中心違いし活性化基本法というものがある程度の,その長期期間で行っていくものというような認識に立っております。まあ、そのの中で現在この新型コロナウイルス感染症 の収束というのは見通せておりませんが、まあしかしながらやはりこれ長い目で見たときにこの収束後普通の状態に戻ったときにですね、またこの周辺市街地の活性化というものが。あ 脚光そを浴びてです、ね、そのコロナでない平時のときに、さまざまなこの各市町が策定をした部分において様々な指標をです、ね、さまざまな手表を目標を達成していっていただければと、そんな認識で、現在、コロナに関しては特段踏まえていないという状況でございます。 沼匠君時間も限られてしまいますので、ほぼ最後の質問になってしまうと思いますが、いい面はあるんですね、他方で悪い面というのを見なければいけない、目標達成率は例えば3割程度とプログラムに書いてありますし、茨城の話をおっしゃっていただきましたので、加えておきますと、一生化っていうところもあるんですが、これ、今、計画の認定申請しないんですよ、中活やってるのに。 なんでかっていうと、ソフト事業が中心であるということなんですが、あえてこのメニューを使わなくても、自分たちでやった方がいいんだよって判断しているからだそうなんであります。で、1年前の決算委員会でも議論させていただいていんですが、中心市街地活性化の支援メニュー、全部で1000と63あるんです、でも、そのうちで活用されていなかったメニューはいくらあるかというと、619、約6割があっても使われていないということが現状だと思います。 それらを踏まえて、こんな制度があるんだよ、こういうことできるんだよと周知に努めるということが、プログラムの中に書いてありますが、果たしてそれだけで必要十分なのか。 地元のニーズに合ったような支援サポート支援策シーズを提供しているということでメリハリというものをよくよく考えるべき時期に来ておるのではないだろうかこのように思うわけでありますその点につきまして今後まあ、見直し期限が法律の10年の規定がありますと令和の6年になっておるところでありますけれどもそれを待たずに早々に 本当に今用意している中心市街地活性化のメニューがいいんだろうかどうなのか、これの再検証を今からでも着手して、見直しを始めていくべきだと思いますが、政務官のご見解を伺います吉川大臣政務官。 先ほど支援メニューに対して、えー、その使われているメニューの数というものに関してご指摘をいただきました。まあ、これに関しては、まあ、私としては、やはりより多くのです、ね、制度を活用していただきたい、このように政府としても思っておりますので、計画策定の段階で、現在この就寝市街地活性化支援制度に関しましては、策定から実行までの伴走支援というものを内閣府の方で心がけております。まあ、そそそのののの点ににおいいて例えばば計画案を見なががらです、ね、他もも活活用用できる制度があればそういったものの活用 めていくとです、ね、そういったことに心がけて、より多くのプログラムを利用しながら、もともとの趣旨である中心地外市、地方の中心地外市の活性化に資する制度としての活用、を目指してまいりたいと思います。 小沼拓美君、えっと、伴走支援ということは分かったんですけれども、支援策自体の在り方全体を見直すしていく、メリハリをつけるということも必要なのではないかということを質問したのでありましたが、時間になりましたので、この議論は引き続き委員会などの場でさせていただきたいと思います。ありがとうございました いい